どうもしゅんです。こんにちは。はい、ということでですね、今回も箕輪さんに来ていただいたんですけども、本日はですね、模擬面接ということで、はい、今から面接シーズン真っ只中ということで、実際の就活生に来ていただいて、箕輪さんと一緒に働きたいかどうかを箕輪さんに最終的に判断していただけたらなというふうに思っております。はい、ということで、自己紹介の方お願いします。はい、千葉大学教育学部3年の山本夏樹と申します。大学ではバレーボールのサークルと、あとは書道科っていうのに所属をしていて、今就活中です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私は強く責任感を持って行動することができます。自分自身のエピソードとしては、大学1年生の時に大学祭で自分の学科で焼きそばを出すっていうことをしたんですが、そこで会計っていう係を務めていたんですが、そこで会計係っていう係だけではなくて、どうしたらみんながよりよくチームのモチベーションを高く持っていけるかっていうことをすごく意識して、かつ悩みとしてみんなのサークルではなくて学科で出すっていうところがあったので、全員のモチベーションが上がらないっていうのがありました。なのでそこで会計係だけではなくて、それを利用してよりチームのモチベーションを上げるっていうことに自分は注力して頑張れたかなと思います。じゃあ具体的に学科で焼きそばの店出すっていうので、これが大変だったっていう具体的なエピソード。はい、まずは先ほども少し言ったように、サークルではなくて学科ということで、まずその人数として32人という人数で4日間毎日焼きそばを出店するということだったので、やっぱりモチベーションっていうのがみんな差が結構大きくて、その上でリーダーだけがやってるのがすごいみたいなところがあって、仕事を振らなかったりとか、あとは係を持ってない人が何をしたらいいかわからないっていうような状態が続いていて、そこが結構難しいポイントではあったかなっていうふうに思っています。そこでどういうふうに改善していったんですか？自分が会計を務めていて、で会計っていうのはみんなにお金を徴収したりとか連絡したりっていうことがあって、全員とのつながりっていうのが大きかったので、そこを利用してまずはみんなのどういうふうに考えているかとか、あとはなんかどういう悩みを持っているのかっていうのを聞いたりとか、逆にこうリーダーたちは何が大変なのかとか、そういうのを聞くっていうことを徹底するようにしました、ヒアリングをしてって、どういうふうに、もともとモチベーションないメンバーがヒアリングを通してどう変わってくるんですか？自分自身はみんながモチベーションがないのかなって思っていたんですけど、聞いていく中でそうではなくて、結構みんながやる気はあるんだけど、リーダーたちが自分たちでどんどん仕事をやってしまうので仕事を振らないっていうところがあって、結構それに不満を持ってたりとか、忙しいって言ってるのにでも仕事を振ってくれないじゃんみたいな感じの悩みを持っているってことが分かって、でそこからみんなモチベーションあるんだなってことに気づきました。その仕事を振るようにリーダーに言ったとか、そこで自分自身もリーダーたちにこういう悩みがあるよっていうのを伝えて、まずはみんなで会議をすることとかから提案して、でかつ仕事を振っていったりとか、あとは今こういう状況がここで起きているとかっていうのをしっかりとこう LINE のグループで流すっていうこととかを徹底するように、自分がそういう役目を務めました。なるほど。はい、他に今の学科の学園祭の話だと思うんですけど、大学時代他になんかメインでやってたことはないんですか？今自分が自分でイベントを企画したりとかしていて、就活生に向けてツイッターとかで呼びかけをしたりとか、あとはその自分の友達とかを呼んだりして、オンラインとオフラインのイベントを結構やったんですけど。何、例えばどういう系の？就活系のイベントとかで、自分がずっとツイッターでフォローしてた5000人くらいのフォロワーのアカウントの方がいらっしゃったんですけど、その方に登壇していただけないですかということでお願いをして、そこから登壇していただいて、で自分の友達だったりツイッターとかで集客をして、34人くらいの、オンラインで34人のイベントと、オフラインでも8人集まったイベントが3部制でやったので、メインで24人とか、そういったイベントっていうのを自分で企画して開きました。なんでやろうと思ったんですか？
自分が経営スクールに3年の7月くらいから通い始めて、そこで学んだこととかを実際活かしたいなと思ってアウトプットしたいっていうのがあって、はい、それでやりました。やってみてなんか課題と手応えってそれぞれどんな感じですか？結構自分自身が成長したいみたいな気持ちがすごい強いっていうのはあるんですけど、なかなか自分がイベントとかをやるみたいなところで発信することがやっぱ怖かったりして、人にどう思われるかとかすごい気にしちゃうなっていうのは自分の課題で言い切れないっていうか、どう思われちゃうんだろうとかっていうのを気にしすぎて誘えなかったりとか、そういうような課題は結構ありました。手応えとしてはやってみて実際に友達とかがすごい参加してよかったっていう風に言ってくれた時にやってよかったなってすごく思ったので、やっぱり自分が勇気を一歩出して行動することが人の心を動かせるんだなって気づいた時にすごい嬉しいなって思いました。ありがとうございます。ということで一連の面接が終了したということで、今のお話を聞いて皆さん一緒に働きたいと思うかどうかを正直にですね話していただけたらなっていうふうに思います。お願いします。理由は誠実で嘘ついてないなっていうのが分かって、まずベースそこが大事で、さっきも言ったかもしれないんだけど、持ったりかましてきたりって思ってる瞬間にそれ以降の時間全部無駄になるっていうか、あんま喋ってもしょうがねえなってなるけど、基本誠実で自分が本当に感じたこととか経験したことしか言ってないなっていうのがあったから、実際働いてみるまで能力だとかなんだとかって分かんなくても、まあ、成長するだろうなとか普通にコミュニケーション取れるだろうなっていうのは思って、まあ一番大事な誠実さとか嘘つかないとか等身大のとこはすごいいいなと思います。ありがとうございます。本当に嬉しそうですね。嬉しいです。はい、嬉しいです。すごいその誠実な部分がいい一方で、多分めちゃめちゃ誠実だって思うからいいなっていう土俵には乗るんだけど、その先の例えば焼きそばの話とかも、僕が車で舞台に入ってかなかったから、そこって多分振られないとそのまんまになっちゃうから、例えばみんなモチベーションが低かったのであげるように頑張りましたみたいな話だと、こっちでどうやって頑張ったのとか結果どうだったのって聞くじゃん。聞いたからそれが返ってきたけど、聞かなかったらそのまま終わっちゃって、なんか焼きそばとつくのそんな大変なのかよとかって思って終わっちゃう面接も多分あるから、そこをあんま綺麗にやっちゃうと逆に誠実っぽくなくなっちゃうんだけど、自分の中でちゃんと起承転結じゃないけど課題があって、それを発見して具体的にこういうことをやって結果こうなりましたっていうのは作っていった方がいいかもしれない。確かに自分でも話してて、まだ数字とかちょっと具体的な要素っていうのが足りないなって思ったので、うん、そうだと思う。その Twitter のやつもまずなんでやろうと思ったかとか、要は人になるほどなって思わせるのにはそのエピソードをポンって出しても思わなくて、自分はこういう人間だからこういうことをやりたいと思ってこうやったんだけど、やってみたらこうでこういう風に頑張ったらちょっとはこうなりましたみたいな、あんまストーリーを作りすぎちゃうと素朴なんだけど、基本じゃないとただの世間話で終わっちゃうから、はい、こううまいこと作るっていうと違うんだけど、相手を何のために面接しているかっていうと、その人がどういう時に力を発揮するか見るっていうのだから、どういう時に力を発揮したか、自分の人間性がどうかっていうのを軸にそのためのエピソードだと思って喋った方がいいかもね。はい、いや、ありがとうございます。ちなみに能力高いいけすかないやつより素直で誠実な、まあ、何やるかによるよね。短期でめちゃめちゃでっかいことを成し遂げなきゃいけないとか、会社の僕がやりたいことがガンガンやめてもいけてるやつがどんどん入ってくるようなものを目指してるのはそいつの方がいいけど、なんかもっとちゃんと中長期でビジネスやるとかだったら誠実な方がいい、まあ、会社によるんじゃないかな。箕輪さんは一緒に働きたいとそうね、僕がどっちかっつったらガンガン自分でやりたいこととか動くタイプだから、周り固めてくれる人はまともな人じゃないと難しくて、なんか一発狙いとかっていうのはむしろ僕がやるんで、そういう人じゃない方がいいっていうのは実際自分で会社やってみて、社員じゃないけど一緒に働いてる人は逆にそこを補ってくれる人の方が多いから、そういう人の中には想像できるなって気がします。
ということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。面接の感想をいただいてもいいですか？すごく緊張したんですけど、丸をもらえたのが本当に嬉しいです。よかったね。はい、何の言うのいや、本当にあの動画出ることによってね、採用担当の人が見てる。そうね。ということですね、あちなみに今の就活の状況を聞いてもいいですか？うん、はい、今は早期選考を受けてたりとか、あとは BS とかを書いたりとかというような状況なので、うん、本当にまだまだ全然未熟というか、うん、はい、ここからっていう状況。内定はまだで、今から、はい、あ、そうです。あ、じゃあ初の内定ということで、 ありがとうございます。よかったです。嬉しいです。何かあったら連絡していただけたらなと思っています。就活するべきなのかなとか、人生に迷ってるんですけど、うん、授業立ち上げるも就活も手段だから、ファーストキャリアで大手っていうのもすごい今迷っていて、自分が選んだものを正解にするしかない。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。